オリンピック多くを手にする、前畑秀子杉山女学園中学校、高等学校は、愛知県名古屋市畜作山添町2丁目にある、私立女子中学校、高等学校、学園のシンボル。毎朝8時30分、証券交代号を歌、今後席3月18日、作詞、証券交代号、作曲、奥講義を生徒が鐘の音でそうで、修行とする。 1921年、杉山女学園創設者で、初代学園長の杉山昭一が、教育事情視察のため渡米した折、スタンフォード大学で、毎朝賛美歌のメロディーが鐘の音で鳴り渡ると、学生はもちろん学外の道行く人々も歩みを止めて、静かな祈りを捧げる姿を見て深く感動し、学園にも、この鐘を取り入れることを考えた。帰国後、 英国ロンドンのジレット社へ金の制作を依頼し、1930年、角王山にあった当時、白亜の伝道王と称された杉山第に、高等女学校の校舎屋上の塔内に設置された。1931年2月11日、金から初めて、金剛石のメロディーが流れた。学園創立者の杉山昭一は、水泳選手の前畑秀子若山から、 名古屋の学園に受け入れ料を提供し、また学園内に新しいプールを作り、全面的に支援した。校内には、ベルリンオリンピック金メダリストの前畑と共に出場した小島和恵の二人の水着姿の銅像があり、また、前畑がヒトラーからもらった菓子の木、オリンピック、多くの二代目が植えられている。現在は、正門左手の門営室の裏側にあり、 案内図があるのであまり目につかない。水泳部はインターハイで3回総合優勝を達成している。スポーツ施設、上層教育のための芸術関係のカリキュラムなどが充実している。各放送コンクールで毎年上位の成績を収めている。テニスクラブは4年連続17回目の全国大会出場、スキー部も全国大会に出場している。 1906年学園創立の翌年に作られた和風会が同窓会の始まりであり、卒業生と在校生が恩師を交えて和合親睦を目的とした。現在は学園同窓会、都、岐阜海謡頂点都市大学、中高、またそれぞれの学校や学部の同窓会のほか、全国各地に支部会が結成されている。主な活動は同窓会だよりの発刊。 卒業生への記念品贈呈、学校行事への参加、日帰り旅行や観劇などを通じて交流を深めている。ありがとうございます。